宇都びは日本海軍の未成解剖艦。法令上はウグル型解剖艦の12番艦。改め5計画の解剖艦、第5251号艦型の11番艦。仮称艦名第5261号艦として計画。三木交換の内日立造船に建造が割り当てられていた艦は、通称日振り型として建造されることになるが、 マルキュー計画艦と異なり総会具を装備せずに94式爆雷投射機と3型爆雷装填台を一機ずつ増備する変更がされた。1945年2月24日、浦賀選挙株式会社で建造番号577番線として機構。3月5日、うつびと命名されて、ウグル型解剖艦の12番艦に定められ、本席を佐世保鎮守府と仮定。 5月19日、偽装院事務所を横須賀市跡の浦賀選挙株式会社浦賀造船所内に設置し、事務開始。5月26日、浸水。7月4日、偽装院事務所を横須賀市浦賀町芝生に移転。終戦時未制。8月17日、工程90%で工事中止。その後特別輸送官として、工事続行の許可を得たが、 福音輸送の進展により中止となった。1947年2月1日時点で、浦賀造船所岸壁で横転沈没状態にあり、横須賀地方福音局所間の行動不能鑑定に定められる。1948年頃、浦賀選挙で解体。福地交渉者、1945年6月1日から1945年8月20日。 倉橋智次郎、第二副委員官、1945年12月20日から1946年2月15日、官邸類別等級別表上の番数。改めご計画上の番数。ありがとうございます。